あなたは生きるのよ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン、ザスケーブル接続開始。貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。ユイとスメラギ、本人と確認。これより怪異討伐軍幽体適正試験を開始する。怪異を全て討伐せよ。よし。
学んだことを出し切れば勝てない相手じゃないぞ。必ず倒してみせる。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。お疲れ、ユイト。試験どうだった？ナギ、お前大丈夫だったのか？大丈夫って試験か？俺はまあまあ絶好調だったぜ。まあまあと絶好調どっちなんだよ。サスケーブル接続の時きつそうだっただろ。あれめちゃくちゃ痛かったよな。でもしばらくしたら慣れてきてなんとかなったぜ。軽いな。でもなぎらしいか。これで俺たちも明日から憧れの海抜軍か。なんだか信じられないよ。うん、そうだよな。なんだよユイト、反応薄くね？いや、俺だって嬉しいよ。言っただろ、子供の頃海抜軍の人に命を助けられたって。だから俺もその人みたいになりたいって思ったんだし。でも。でも？なんだよ。最近思うことがあるんだ。本当にそれだけでいいのかなって。せっかく助けてもらった命なんだから役に立ちたいし、もっと大勢の人を救う方法があるんじゃないかってさ。おいおい、人間一人にできることなんて限界があるんじゃないか。俺たちは海抜軍になって怪異と戦う。まずはそこを一生懸命にやらなきゃだろ。そうだよな。俺なんとなく不安になってたのかも。まずは一人前の海抜軍にならなきゃだよな。ナギ、ありがとう。大いにありがたく思ってくれたまえ、ユイト君。ところで、この後スメラギ寮に報告に行くんだろう。ご先祖様にいちいち報告するなんてめんどくせえよな。まあそれだけじゃないんだけどな。今スメラギ寮がバッキーちゃんとコラボやってるんだ。は？スメラギ寮ってユイトの家のお墓だろ。いくら観光名所になってるからってコラボとかすんの？結構やってるらしいよ。そういうのは親父たちが決めてることだけど。あ、そうだ、親父と兄貴にメッセージを送らないと。どうせまた親父さんからは返事来ないんだろ。いくら海抜軍にしたくなかったからって冷てえよな。評議会とかに出てる時は笑顔振りまいてんのに裏表ありすぎっつうかさ。そりゃ裏表あるのは政治家だから。それに俺も定型文みたいなメッセージしか送ってないし。あ、もう兄貴から返信来た。なんだって？お疲れ様、頑張ったな、だって。
スメラギ本部長直々にお褒めの言葉かよ。昇進間違いなしだな。お前バカにしてるだろ。兄貴が海抜軍の本部長だからって便宜図ってくれるわけじゃないからな。分かってるって。悪かったよ。本当かよ。だったらバッキーちゃんコラボでおみくじ引くともらえるバッキーちゃんの悪気。了解了解。俺もおみくじ引いて悪気譲る。譲ってやるからその後でナンパ付き合ってくれよ。ユイトが一緒にいると勝率高いからさ。はあ？それ結局お詫びになってないじゃん。
結構お参りに来てる人がいるな。あそこにいた女の子二人組可愛かったな。え、マジで？見てなかった。それにしても墓が観光地になってるって、やっぱユイトってエリートなんだな。なんだよ急に。親父と兄貴はそうだけど俺は違うよ。でも華麗なる一族ってやつじゃん。親父さんは評議会議長で、兄貴は海抜軍の司令官、しかも建国の父ヤクモスメラギの子孫だろ。断絶の春で滅びかけた人類を救ったザ英雄。どんな顔してたんだろうな。案外ユイトにそっくりだったりして。先祖だし。先祖って言っても2000年も前の大昔の話だからな。子孫だって実感もないよ。大地残ってる記録が例のマスク姿だけじゃん。あれを先祖だって言われてもさ。ああわかるわ。ホラー映画の犯人みたいだもんな。断絶の春の時に顔に大怪我したんだっけ。えらいやべ、建国の父のことこんな風に言ったら怒られちまうか。そんなことないだろ。そんなことあるって。スメラギ家って言えばめっちゃ権力持ってる家柄じゃん。親父さんだってお前が政治家にも官僚にもならないって言ったから怒ってるんだろ。もういいよ家の話は。それよりバッキーちゃんおみくじ引こうぜ。お前先祖に報告はいいのかよ。まあいっか。よし引こうぜ。よし引いたぞ。せーので見せ合おうぜ。いいぜ、明日からの海抜軍生活を占う大事なおみくじだからな。せーの。大凶。俺もてか幸先悪くね。はぁ、なえる。おみくじ結んだらカフェかなんかに入って休もうぜ。そうだな、バッキーちゃんの悪金ももらったし、ビジョン街の方に行ってみようか。
ない怪異警報？今日の怪異予報じゃ襲撃レベルはゼロだろ。あ、まずい、怪異が街の中に。おい、鉄道に行動せよ。怪異から侵入を許すな。転送警報だ。スカーレットガーディアンの出撃か。セプテントリオンのカレント吹雪だ。セントリオンのカレントラバースと吹雪スプリングだ。カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ。展開。民間人はシェルターへ。すごい。おいユイト、俺たちもシェルターへ避難するぞ。俺たちはまだ正規の隊員じゃないんだからな。ああ。避けて放電攻撃かよ。一人で何種類も超能力が使えるのはカレントラバースだけだもんな。かっけー。カレントラバースって確か人の超能力をコピーできるんだっけ。うん、それでいろんな超能力使えるんだよ。マジチート能力だよな。セプテントリオンクラスになるとあの程度の怪異なんて雑魚じゃんか。危ない。おい、やる気か。俺たちはまだ正規隊員じゃないんだぞ。でも今ここで怪異と戦える超能力を持ってるのは俺たちだけだ。やばいって、後で教官たちにバレたら人が死ぬの。待って、見てられないだろ。俺は行く。ナギは応援を呼んできてくれ。単独行動なんかやだよ。だったら俺も行くって。ナギ、バカ、そんな嬉しそうな顔するな。本当は行きたくないんだからな。ナギ、お前最高。知ってるよそんなの。それより俺は右を叩くぞ。お前は左を頼む。任せろ。ナギ、そっちはどうだ。攻撃が消えてる。そしてもしかしたら勝てるかも。もしかしなくても勝てなきゃ困るだろう。ここは危険です。シェルターに避難してください。はい。気をつけて。まだ怪異がいる。行けるか。もうこうなれ、やけだ。やってやる。よし、行こう。片っ端から怪異を叩いていくぞ。誤解。ザク、あ
後でメッセも取るよな、ユイト。よし、それちょっと仕切り直した。やった、片付いたか。民間人じゃないわよね。あれ、君、あなたは生きるのよ。あなた海抜群よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう、どちらにしても目的は同じね。目的って、あなたバカは？し、来るわよ。え、何が？行くわよ。え、あ、ああ、海抜群だよね。ブレイトークできるんだし。状況分かってる。怪異を倒してからにして。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。カサネちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜群の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン、こっちはユイとスメラギ。私はナオミです。ナオミ・ランドール。この子は妹のカサネ・ランドール。確か余計なことをしてくれたのは。スカーレットガーディアンの活躍によって怪異は一掃された模様です。な、何？竜神区での怪異討伐戦、見事な勝利でしたね。え、あの、もしかしてこれって勝利インタビュー？そうですよ。今のお気持ちは？
はいはいはい、取材はここまででお願いします。あ、アラチスプリング隊員ですね。彼らは一体何者なんですか。ナギ、あれ、みんなどこに。ここならゆっくりお話ができそうですね。あの、一体何がどうなって。僕はルカ・トラバースです。セプテントリオン君6頭のルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど、でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。ありがとう。素直なのはいいことです。4人とも海抜群訓練生で間違いないですね。ダメですよ、訓練生が勝手に怪異と戦闘するなんて。すみません。空白地帯に怪異の侵入を許し、市民に被害を出しかけたのは怪異討伐軍側の落ち度では。重ねちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネ・ランドール訓練生。各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね。了解しました。あれは、ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか。怪異は人間の脳を食べるから。ええ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は1種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。カサネ・ランドールさんか。びっくりするほどあの人に似てたな。あの二人、登録番号からしてどっちも同期みたいだけど、双子なのかな。かわいいよな。は？ナオミちゃん、あの子超タイプ。カサネちゃんも美人だけどちょっと怖そうじゃん。その点ナオミちゃんは恥じらいがあって優しくてさ。しかもこっちのことチラチラ見て赤くなってたろ。やばいわ、俺春が来ちゃうかも。相変わらずおめでたいな、ナギは。どうでもいいからさっさと本部に行こうぜ。
どうでもいいことはないだろう。親友の恋を応援しようという志を持ってないのかね。わかったわかった、後で聞いてやるから行こうぜ。